はい皆さんこんばんはラクビ若村ですさあ本日は5日ぶりのライブ配信です木曜から昨日日曜日まで4日間事前収録の番外編をお届けさせていただきましたが今日はラク旅京町役のライブ配信です11月16日月曜日夜の7時になりましたちょっと音がまたあれまた音がちょっとあれですか ちょっっと待ってくださいねねなんか、ね、最近、ちょっとこの接続が悪いのかな、一回外してどうでしょうか、ちょっとまた時間差を置いて、皆さんに聞いていただきましょうかね、どうでしょうか、音声通ってますね、はいさあそれでは皆さん、改めましてこんばんは。楽旅若村です さあ、4日間番外編でお届けをしましたが、今日は5日ぶりのライブ配信です。11月の16日月曜日、夜の7時になりました。本日も、ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手さあ、先ほど、ちょうど1時間前、 夕方6時にこちら、楽旅京町屋に帰ってきました。名古屋を含めまして、全国あんで、4泊5日で7公演ぐらいしましたかね。まあ、京都の公演を全国各地でさせていただきまして、先ほど新幹線で京都駅に帰ってまいりまして、こちら、今日は5日ぶりの楽旅京町屋からのライブ配信です。今日はこちら、京町屋の玄関からお届けしておりまして、 ちょうど後ろ、玄関庭があって、ちょうどこの右奥に玄関があります。そうしてこちらから、皆様、お座敷の方へと上がっていかれるんですけれども、今日はね、夜の配信ということで、ライトを当てまして、美しいお庭をご覧いただきながら、今日はライブ配信をお届けしたいと思います。で、今回いろんなホテルに泊まりまして、京都のニュースを、 各地から見る機会を得ました。なんかね、不思議な感覚ですけれども、嵐山のもみ,もみじがね、色づいてきましたとかね、いろんなお寺神社のもみじの映像がニュースに載って全国に流れていますので、まあその各地のホテルから、ああ、今、京都のもみじが色づいてるのかなとかね、思いながら、この全国のホテルで京都のニュースを拝見させていただきました。 もう嵐山の映像なんか見ますとね、だいぶ色づいてまして、いよいよ、今週末から来週末にかけて京都は、もみじのピークをいよいよ迎えるのかと思います。さあ、そんな中で皆さん、ちょっとお知らせですが、先週お届けしました、京都春散歩。北野天満宮から、今週末、11月の20日金曜日、夜の7時半から、 事前収録をした動画も含めまして、北の天満宮の魅力に迫るというオンライン講座を開催します。ズームを使いまして、そうだ京都行こうという方のための事前学習にもなりますし、あー今年はちょっと京都に行けないなという方にとっては、これが今年の京都の紅葉の旅になります。ぜひ皆さん、 今週末11月の20日金曜日に開催をするオンライン講座、京都春散歩。第1回目は北の天満宮の魅力をたっぷりとお届けしたいと思いますので、楽旅、ホームページの方からお申し込みいただきたいと思います。今日がお申し込みの最終日になりますので、ああまだだという方はぜひ、今からでも遅くはないです。楽旅のホームページから、この、京都春散歩。 1> 第1回、北野天満宮お申し込みをお待ちしております。ああ、しまったお申し込み忘れたという方もね、明日以降でもなんとかなりますから、<laughs> あの、スタッフがちょっと大変だと思いますけど、なんとかなりますから、とにかくお電話もいただきましたら、金曜日、20日金曜日のオンライン講座になりますから、まだね、時間がありますから、なんとか対応をさせていただきますので、ああ、見逃したとか、申し込みの期限忘れたという方はですね、 ぜひ、楽旅のオフィスの方まで、お電話をいただきまして、お申し込みをいただきたいと思います。さあ、それではですね、今日はもう盛りだくさんの内容です。これから。今日ちょっと旅へということで、皆さんには、お寺神社の旅をしていただくとともに、覚えてますかそう、先週水曜日、前回のライブ配信の時に、福間さんが、 当たりくじを二つ出しまして、そのうちの一つ、大丸京都店ビミリクエスト便の今日は抽選を行います。たくさんの方にご応募いただきました。その後に、二つ目の当たりくじ、岩泉寺と、ふるさと案内カモの皆様がタイアップをして作りました素敵な T シャツ、墨おに T シャツを三名様にプレゼントする、今日はその、 プレゼントの概要応募等、そのあたりも今日はね、皆さんにお届けしないといまいりませんので、もう盛りだくさんで、今日ちょっと旅へ、大丸京都店様のビミリクエスト便の抽選会、そして元泉寺ふるさとかもさんの、これから当たりくじのご案内ということで、盛りだくさんで今日進めていきたいと思います。さあもうそれでは早速、今日ちょっと旅へということで、 皆様にはどっかのお寺、どっかの神社へと旅をしていただきたいと思います。それでは、本来であれば、皆様と直接お会いをして講座やツアーで京都の魅力をお届けをするところなんですが、なかなか皆さんとお会いする機会が少なくなっておりますので、このようなオンラインを使いまして京都の魅力をお届けしています。この箱の中に入っている、いろんなお寺神社の名前が書いた、 今日の旅くじが入っています。このくじを引くことによって出てきたお寺神社にトークで皆さん旅をしていただきます。今日はどこのお寺神社が出るでしょうかそれでは行きます。くじ取り式です。まだね結構ありますよ。さあ行きますよ。それで行きます。今日のくじは こちらを本日の旅くじとしてみたいと思います。それでは続きまして、このくじの中身を改める、くじ改めに臨みたいと思います。まずは、私が確認をして、皆様に一つ、二つ、三つとヒントを出したいと思います。そのヒントから、あそこのお寺かなとか、あそこの神社じゃないかなと、ぜひ皆さん考えながら聞いていただきたいと思います。 わかったという方は、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、どれぐらい京都を知っているか、腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。 素晴らしいお寺が出ました。今日これから、11月の中旬から下旬、皆様におすすめをしたい紅葉のスポットです。今日はお寺で、宗派で言いますと、これを言うとね、いくつかに絞り,絞り込まれます。紅葉の名所で、 宗波は、日練習です。さあ、これで皆さんいくつか日練習の中で、紅葉の名所といえば、パーっとこう、わかる方は絞り込まれてきたと思います。で、あのお寺はもう出てます。だからあのお寺なんです。と言ってもね、何が何だかわからないと思いますが、とにかく日練習で、 紅葉の名所、これから大変綺麗になります。境内は少し、石段などもあって、ちょっと疲れるところもありますけれども、それを忘れさせてくれるような素晴らしいもみじがこれから目の前に広がってきます。あたり一体、もみじの名所が点在しておりまして、 その中の一箇所として皆様、訪ねる方が多いと思います。手前側には、向井巨来、ゆかりのよりがあったり、南には、竹の道、竹林があったり、北には、お釈迦様と阿弥陀様と、二体をご本尊とするお寺があります。そのちょうど間にあるお寺さんですね。皆さんわかりましたか 嵐山、佐賀の巡りの中で、もみじの名所といえばたくさんありますけれども、日蓮宗といえばこちらです。今日のテーマは、静着工事と言いますね。静着工事です。さあ、嵐山、佐賀の巡りの中で皆さん行かれましたことありますでしょうか日蓮宗のお寺、 ね、いろいろたくさんありますけれども、嵐山佐賀野にあるお寺といえばこちら、上尺工事と言い,いまして、南は渡月橋から天竜寺、竹林の道があって、野々宮神社。で、実は、大体いい皆さん野々宮神社からずっと北へ行きまして、落死者、 向井巨来という俳句の型由来のね、いりがあって、その北に二尊院、義王寺、足立の念仏寺とお寺が繋がっていきます。嵐山、佐賀の巡りと言いますね。ちょうどその二尊院と、南の方の天竜寺、落死者、そのあたりに囲まれて、ちょうど小倉山のふもとにあるのがこちらの上尺工事と言われています。 この静弱工事、この名称は、そもそも仏教は今から2500年前、お釈迦様が開いた教えです。お釈迦様は、自然に囲まれた正常なる清らかな場所で修行に励まれます。そういう聖なる修行の場、これを静弱高度とも言いまして、この字を書きましてね、 常に、情弱高度。こういう言葉がありまして、常に、清らかで、修行に励むお釈迦様ゆかりの地。まあこれを一般的に、情弱高度などと言いまして、まあその情弱高度の土地を求めて、 開かれたお寺ということで、静着工事と称されるわけなんです。まさに、お釈迦様が開いた仏教の神髄を極めんと、静着高度の地に、静着工事が作られまして、今もそのまさにその名にふさわしい、美しいもみじが境内に広がるということなんです。ちょうど入り口の門からくぐりましてね、 階段のあたりがもうもみじのトンネルとなって、山門と石段ともみじと大変美しい紅葉がご覧いただけます。少し高台まで行きますと多宝塔があって、そこから見る京都の街中の風景もまた美しく、春は新緑、秋はもみじが大変彩るという素敵のお寺さんです。まさに目の前にはお釈迦様が修行に励まれた 上弱高度が広がる。そんな、小倉山のふもとの地なんです。一方、小倉山といえば、今から800年前、藤原の定家。後には、定家定家とも称されますが、藤原の定家が、小倉百人首を編纂した場所でもありまして、そこに気づいたよりを、しぐれてと言います。この、 上尺工事のあたりに、一説にはシグレ亭があったと言いまして、今現在、上尺工事や、二尊院、または遠利庵つまり佐賀の一帯にあるお寺、そのあたりに、シグレ亭跡と称される場所があって、今から800年前の藤原の定家が編纂した、 おぐら百人種の歴史がその石碑にも刻まれているわけなんです。またぜひこの上着工事にもその石碑がありますので、藤原の定下に思いを寄せて、ぜひ皆さんも嵐山といえば風光明媚な天下の名称です。嵐山、佐賀のあたりを歩きながら、一首歌を読んで、その美しさを、 歌にしたためていただきたいと思います。実は今日も修学旅行の関係で東京の方で講演をさせていただいたんですが、嵐山の紹介をね、生徒の皆さんにもさせていただきまして、嵐山といえば、そう、天下の名称。多くの天皇貴族がその美しさを歌に読んできたところと紹介しまして、ぜひまたそこ嵐山に行き機会があったらね、皆さんも歌を読んでくださいとお伝えをしました。 ぜひ皆さんも嵐山佐賀の巡り、これからもみじが深まるとともに行かれる方が多くなると思います。今日、テレビのニュースで嵐山がちょうど映ってましたけれども、途月橋のあたりも平日にもかかわらず多くの皆様で賑わっていました。安心安全に気をつけながらではありますけれども、ぜひ嵐山佐賀の巡りを楽しんでいただいて、その美しさを歌に読み、素晴らしい上弱工事の もみじも楽しんでいただければ素敵な嵐山佐賀の巡りができるのかなと思います。上着工事からまっすぐ左え、東へ行きますと落死者がありますが南の方に行きますと小倉池、上の毛にゆかりの三上神社、で、トロッコの嵐山駅と行く方向にも 方向が違えばいろんなところに行けますので、一度この上弱工事からね、南へ北へ東へと方向を変えながら、嵐山佐賀の巡りをね、楽しんでいただければいいのかなと思います。これから、いよいよ今週末から来週末に京都はもみじをピークを迎えようとしております。その中でも、嵐山佐賀の一帯でおすすめをしたい、もみじの名所の一つです。今日は、上弱工事について、 お届けをしました。さあ、ほぼほぼ毎日配信をしております。タビ通信ライブ版ということで、これからはそうですね、こういう形で、もみじの名所がね、出てくると思いますので、この秋のどこ行こうかな、今から考える方は、ぜひこのライブ配信を参考に、あそこに行く、ここに行く、このライブ配信で事前学習をしてから、 お寺神社へお出かけをいただくとより見えるものがね、さらに趣が、味わいがね、深くなってくると思います。さあ、ということで本日のトークは上尺工事ということでこちらでトークは終わりにしたいと思います。今日はね、盛りだくさんです。さあ、それでは続きましてはこちらの大丸京都店様の ビミリクエスト便2020秋冬の1名様にあたる特選 C コースこちらの抽選へと移りたいと思います、えー、このようなこれはね春夏号なので今は秋冬号で新しい本が出ていますこういうビミリクエスト便というのがありまして送られた方が自由に選べるカタログギフトということで 大丸京都店様が選びました一品が数々この中にあるわけなんですよ。その中でも今回はこの C コースということで、まあもうずらりとこれお肉が並んでおりますが、もちろんお肉以外もあるんですよ。これあのあくまでも春夏号ですから商品が少し変わっておりますけども、こういう形でね、いろんな商品がありますので、今日はこのビミリクエスト瓶、秋冬の 最新号を皆様にプレゼントをするという大丸京都店様の特等本日の抽選へと入りたいと思います。あのね、かなりたくさんの皆様にご応募いただきましたので今日は京料理2伝山田様に作っていただきましたこの抽選で当たりを決める 当たりもくじ引きということでいきたいと思います。覚えてますか皆さんこれ。竹串の先端に、ここにね、こうついてまして3番とかね。皆さんに4桁の数字を送っていただいておりますので、4番とか。この数字で当たりを決めていくということで、この筒の中に0から9番までの9本の が入っておりますよ、ね、このくじを引くことによって4桁の数字で当たりを1人決めたいと思います。さあもう今日もですね、関東、関西問わず全国各地から今私の手元にリストがあるんですが、たくさんの皆様からご応募いただいております。4桁の数字もかなりばらけておりまして、スタッフとも言ってたんですが、 このビミリクエスト便、やっぱりね、お肉がいい。お肉がいいという人が多くて、肉肉、2929 29。この数字で来る人が多いんじゃないかと思ってましたらね、皆さんその、数字がバッティングすることを恐れてか、肉肉はないですね。でも、近しい数字はたくさんありますので、さあそれでは行きたいと思います。 恨みっこなしで、お一人にこのビミリクエスト瓶、抽選で当たりを決めたいと思います。それでは、山田様から、配慮しましたこの、当たりくじを引く当たりくじで、抽選に入りたいと思います。それでは行きます。まずは4桁の数字、一番最初の1000の位から行きます。行きますよ。こちら。 こちらを1000の位とします。行きますよ !1000 の位はじゃん !8 番です !8000 番台の方に、今はチャンスが絞られました !8000 番台の方おー !8000 番台の方も結構いますね。さあ、行きますよこの8000番台もまたもう一回この中に戻します。今度は、100の位です。 この100の位になるとちょっと外れくじも出てきますので何回か引くかもしれませんが8千何百この100の位を続きましていきます。いきますよいきますこちらさあいきますよ !100 の位は2番お 2番はね、いません。もう一回いきます。100の位。こちら。いきますよ。6。6いません。<laughs> 結構外れくじがばっかり出ますね。もう多分ね、一発でこれ決まります。100の位でほぼ決まります。いきます。今ね、残ってる方はドキドキしてると思います。いきますよ。 こちら。さあ、100の位。1番です。おー、決まりました。8109。8109の方。お名前がわかります。おめでとうございます。奈良にお住まいの方です。 京都のお隣、先週末私、奈良に行きましたので、法隆寺、東昇大寺、幸福寺、新薬寺に行ってきました。奈良の方が当たりました。おめでとうございます。<laughs> 8109番の方、後日、私たち楽旅より封書におきまして、大丸京都店様から預かりました、カタログ、ビミリクエスト便2020、秋冬の本を、 えー、カタログと共にお届けしますので、その中から好きなものを選んで、ぜひ味わっていただきたいと思います。おめでとうございます。さあ、そしてね、まだ終わりませんよ。今日はもう一つあります。こちら。なんと、先週水曜日、もう一つ当たりくじが出ました。ふるさと案内カモ様とガンセンジ様がコラボレートしました。 もう先々週になりますか奈良との県境に近い、木津川市鴨町の岩泉寺から特別にライブ配信をお届けしました。その時に、ふるさと案内鴨様と岩泉寺様がコラボレートして、三重の塔の屋根の隅っこに、墨鬼がいました。あの、墨鬼をかたどった、見えますかね、この、 T シャツの真ん中に炭鬼のイラストがあってね、この素敵な T シャツを3名様にプレゼントということになります。さあ、この T シャツですが、サイズは L、M、S と3種類になります。L、M、S。で、おそらく女性の方は、ふるさと案内カモ様にお伺いしますと、 S, S サイズでいいんではないかということなので、えー、皆様、当たりました方には、サイズをお伺いしますので、えー、さあ、ご応募ですね。こちら。この、住用に T シャツ、ぜひ、プレゼント欲しいという方は、当たり、アットマーク、ラクタビ、ドット CO、ドット JP。当たり、アットマーク、ラクタビ、ドット CO、ドット JP。 こちらのメールまでですね、本日の深夜12時まで、本日の深夜0時までにメールを送りいただきまして、元戦時、墨おに T シャツ、プレゼント希望と書いていただきまして、氏名、住所、電話番号、そして好きな4桁の数字等、まあ、できましたらもう皆様、えー、T シャツのサイズ、L か、M か、S か、 ま,あまた当たった方には改めてご連絡をさせていただきましてサイズを確認させていただきますけれどもよかったらもうサイズも書いていただきましてご応募いただきたいと思います本日の深夜0時までのご応募になりますしかも今回この T シャツにつけまして合わせてね元仙寺のご住職様先日のライブ配信にもご登場いただきましたがご住職様からお寺様からもこの魔よけの すみおにのお守りをね、頂戴しております。3名様に T シャツに、このすみおにのお守りをつけて、3名様にプレゼントになりますので、本日の深夜0時までに、こちらの方までご応募いただきたいと思います。さあ、この抽選は明日、午後3時から明日はライブ配信をしたいと思いますので、明日の午後3時からのライブ配信の抽選をぜひお楽しみをいただきたいと思います。 それでは本日はもう盛りだくさんでお届けしましたが、上弱工事のトーク旅、そしてビミリクエスト便の抽選会、さらには元ンジスミオニ T シャツのプレゼントご応募の情報ということでたっぷりの内容でお届けしました。さあそれでは一番大切な心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくりたいと思います。 さあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになるという時の皆さんも大合唱をいただきまして手にはハートマークを作って京都からもたくさんの元気をお届けしますし皆さんからもたくさんの元気をお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと 京都を好きになるーということで本日は5日ぶりの楽旅通信ライブ版をお届けしました。明日はいつもの時間に戻りまして午後の3時から楽旅京町屋のお庭にしようかな。明日もお天気が良さそうです。素敵な京町屋のお庭などをご覧いただきながら 明日も午後3時にお会いしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようならーハートマークを連打して元気をチャージしてください。それでは、ポチッと消したいと思います。ありがとうございました。